はい、それでは、この、直近のですね、新型コロナウイルス感染の拡大を踏まえた、対応方針等についてご説明をいたします。まず直近の感染状況でありますけれども、新規感染者の承知のとおり6000人を超える日が出ておりまして、まだ感染拡大が継続しているといった状況です。年代別で見てみますと、50代以下の感染増加が著しい状況というのは変わっておりませんが、リスクの高い60歳以上の高齢者についても増加していまして、入院患者の右側のグラフの方をご覧いただいてもですね、この増加傾向がついていると。60歳以上の方々ですね、それ以上と比べると、やや緩やかではありますが、ご覧の通りですね、だんだんと増えていく状況がございます。また感染拡大に伴って妊婦の方の感染も急増しているところです。県内におきましては、妊婦感染者であってもワクチン接種されている方も多くいらっしゃいまして、幸いにもですね、重篤な症状悪化に至った例というのはないんですけれども、妊娠期間中の感染はいつも以上に心身に負担がかかると思います。妊婦ご本人、それからご家族の方々には、普段から感染対策にしっかり取り組んでくださっていると思いますけれども、今一度感染しない、感染させないための対策を徹底してください。そして今後のシミュレーションでありますが、今回のシミュレーションでは、本県の昨年度の感染状況、それから全国の直近の感染状況を踏まえまして、ピークアウトがいつ頃にあるかということを改めて検討いたしました。このグラフはですね、感染者数の前週比を表していますが、前週比、これご承知のとおり1を超えると増加傾向になると、1を下回ると減少傾向になるということになります。まず昨年度の本県の感染状況、このグラフで言いますと、黄色のですね、点線ですね、黄色の点線、これをご覧いただきますと、お盆による人の動きというのを、お盆による人の動きが活発化した影響が ありまして、その後に8月下旬には前週比が1を下回っておりますので、一つは8月下旬をピークアウトの時期として想定をしております。ここですね、この黄色ですけれども、こう下がって、この部分を超えてですね、非常に急激に上がったと急激に下がっていったと。で、8月の末には1を切っていったという状況です。そして、今年はですね、昨年よりも感染の立ち上がりのタイミングが早かったということと、全国の感染状況は昨年度よりも早期に改善をしているということから、2つ目として、8月中旬のピークアウトの動きとして想定をして、シミュレーションを実施しております。今年はこの赤ですね、赤が広島県の状況で、この青が全国の状況でありますが、ご覧のとおり、全国がですね、かなり一に近づいてきていると。今、広島県の順調に下がっていたんですが、ちょっと今、再度上がっていると。ただ、大きな傾向としては、下がっているのではないかというふうに思っていますけれども、ただ、このお盆の影響はやはり受けるということであります。そういった状況をもとにですね、そのピークアウトを下旬、それから中旬というところに持ってきて、改めて今後の感染者数をシミュレーションしております。感染のピークアウトが8月下旬になった場合ですね、感染者数、これは今の想定では8月23日に6488人となっておりますが、そういった、そのすでにそこに近づいているところでありますけれども、この3例ですね、そういうレベルになってくるという可能性がございます。で、8月中旬から下旬にかけての新規感染者数がピークアウトする場合の
量子レンズ負荷のシミュレーション結果というのがこのグラフになります。で8月下旬にピークアウトした場合、これはですね、このグラフで言いますと、黄色い点線ですね、黄色い点線一番上を通っているグラフです。このグラフ、黄色い点線ですね、この場合緊急フェーズ1の確保病床、緊急フェーズ1の確保病床が、この黄色の実線ですね、この黄色の実線となります。でこれをまあ超えるような状況になってくる恐れがあるんで、でまあ、さらにはですね、保険の最終的な確保病床数であります緊急フェーズ2における確保病床数に近づいてくるということになってまいりますので、次のスライドになりますが、病床確保については病床フェーズを8月24日に緊急フェーズ1から、最終フェーズである緊急フェーズ2といたしまして、増床すると、これ約140床になりますけれども、増床することといたしました。で緊急フェーズ2においても病床が逼迫する恐れがありますので、県医師会、県病院協会、なども、関係団体と連携しながら、新たな病床確保、まあ、さらなる積み増しにも、取り組んでまいりたいと考えています。でこの中で県の対応の基本的な考え方としましては、国の方針も踏まえまして、まず新たな行動制限は可能な限り行わず、幅広い診療所で、発症者を受け止めて、入院患者数に合わせて病床数を確保するなど、医療で受け止めて、社会経済活動を維持していくというもので、あります。でしかしながらこれは医療機関に大きな負荷がかかっているということを皆様にも知っていただく必要があると思っております。この方針を実現するために、医療機関におきましては、この確保病床ですね、2倍以上の一般病床の休止であるとか、あるいは一般患者の転院手術などの延期、それから医師や看護師に負荷をかけるということを受け入れて、社会経済活動を守って、いただいているということになっております。また多くの病院や診療所が外来検査を提供していただきまして、患者の受け入れ病院は24時間休みなく治療体制を維持しています。また医療機関におきましては、今はコロナの入院患者の増加による負担増加以外に、通常医療への影響につながる出来事が起きている状況であると思います。まずはコロナの陽性、それから濃厚接触者による、この濃厚接触者にあるですね、医療スタッフが増えて、直近では県全体で400人以上の病院士、看護師が出勤できない状況になっています。まあ、こういったことからコロナ病床に対応するための医療スタッフを確保するために、一般病棟を一旦閉鎖するといったような動きにもなっています。これによりまして、一般病棟の入院患者は他の医療機関に転院をされたり、予定されていた手術を延期せざるを得ない状況になっています。また、救急搬送件数の増加によりまして、救急搬送を困難事例を増加しておりまして、広島市では8月1日から7日までの1週間で、救急搬送困難件数が107件となっています。これは前の週と比較すると20件増加した上で、過去最多となっています。現在、医療関係者の皆様は厳しい状況の中で、まさにギリギリのところで奮闘されています。このことから、広島県として、医療非常事態警報を発出いたします。現在、病床使用率が 50% 前後と高止まりになっておりまして、医療提供体制が極めて厳しい状況にあります。広島県独自の警報を発出し、県民の皆様へ感染対策の呼びかけを強く発信いたします。医療を守って行動制限を可能な限り避け、
経済活動との両立を図るためにも、県民の皆様におかれましては、今一度、お一人お一人ケアできること、基本的な感染防止対策などに、しっかりと取り組んでいただきたく思います。で、改めまして、オープン期間を含めた今後の対策のお願いになりますが、医療機関を陰性確認の目的で利用されるケースが見受けられます。無症状で、その陰性確認の目的のための受診というのは控えてください。感染が不安な方は、PCR センターや登録薬局などを活用して検査を受けるように、お願いをいたします。特に PCR センターを予約者の受験せずにですね、キャンセルもなく、そのまま来ないという方もいらっしゃるんですけども、これは結果的に他の方が受験できないケースになってしまいますので、無断キャンセルというのはやめてください。また、自宅療養中の方は相談窓口を活用していただきまして、発熱や咳のみといった軽症の場合は、救急車の利用は控えてください。本当に救急車が必要な方が利用できるようにご協力をお願いいたします。感染が不安な方が検査を受けられるように、PCR センターの開設時間を延長して、検査需要の増加に対応をいたします。また、抗原検査キットにつきましては、今のところ在庫、それから流通ともに大きな問題は生じていませんけれども、オープン期間中のキットの流通不安に対応するために、国から県に配布されたキットを各地区の医師会を通じて配布いたします。数は全部で約4万個を予定しています。これによりまして、検査キットの不足により検査ができないといったようなことがないようにしております。PCR センターの具体的な開設時間の延長ですけれども、臨時スポットを除くすべての会場で開始時間、または終了時間を変更いたしまして、従来よりも1時間多く開設いたします。これによりまして、予約枠を3580から4180に増加をいたします。予防の期間中は人との接触が増えて感染リスクが高まります。ワクチン接種が可能な方は、できるだけ早い接種に努めてください。このタイミングで遅いということはありません。むしろですね、今打っていただくと、1、2週間という中で、抗体が上がってきますので、感染予防効果をですね、投入するということになります。ぜひですね、接種の方の方は3回目、打っていただきたいと思います。それから基本的な対策の徹底、特に夏場エアコンを使用するためにですね、換気がおろそかになりがちですので、定期的に十分な換気をしていただくようにお願いをします。それから高齢者や基礎疾患のある方などリスクの高い方と会うときには特に注意をしてください。また普段会わない方と会うときにも注意をしていただきまして、会食をする場合にはマスク会食をしていただくようにお願いをいたします。私からは以上です。それでは新型コロナ対応の件につきまして、これより各社からの質問を受けたまります。質問にあたりましては、スライドの該当ページもおっしゃっていただければと思います。また、市は通訳者の方が通訳しやすいよう、質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いします。それでは、質問のある方は挙手をして、社名を名乗ってからお願いいたします。中国新聞の宮野と申します。感染者数のシミュレーションの関係なんですが、まず今回 のシミュレーションの前にですね、前回でのシミュレーションの振り返りをお願いしたいんですが、これまではですね、8月、上旬中旬に感染がピークアウトするという想定で、最大でもですね、5000人
半ばの感染者数になるという予測でした。これはまあ現状はその予測から外れているということだと思うんですが、なぜ外れているのかという分析をお願いします。なぜ外れたのかというのはですね、これは明確なところは、正直わかりません。ただ特にですね、その最初に6000人ぐらいいたところは、これちょっとご説明をしていると思いますけれども、感染の報告がちょっと対応してたのか、意見をかけてできたというところがあります。で、他方で、その後ですね、この直近また6000人を超えるような状況が起きてますけれども、これについてはですね、その対応の状況というのは解消された上で、ペースが上がっていくという、そういう状況が見て取れます。で、これについては、はっきりはしておりませんが、8月6日前後ぐらいからですね、かなり県外からの人が県内にいらっしゃっている状況もありまして、その意味ではその人流ですね、人と人との接触というのが増加をしているということが疑うことができるかなというふうに思っています。ただ、それが原因なのかどうかというのはですね、これはちょっと明確には現実では何とも言えないというところです。前回の会見ではですね、シミュレーションの減少局面転換の検討というところでですね、一定程度まで感染拡大した後はその後拡大スピードが鈍化して減少に転じるという説明で、大体表を見ると、拡大から1ヶ月後ぐらいでは減るだろうと、そういう見通しに立っていたのかなと思うんですけど、やっぱりその見通しは今回当てはまらなかったという、そういうことではあるんでしょうか。そうですね、全体のですね、これどう考えるかですけど、こういう山が、それで、これは台風が全部落ちる、ここでまたちょっと、こういう山、大きな流れとしては、こういうあるわけです。こういうのが、というところがあるなので、これまたちょっとどこまでもだと難しいんですが、こういうことにつなげるというで、この全国を鳴らすと、全国を鳴らしたらやっぱりこう山があって、この辺はおそらくですね、この辺は4月の連続のビビじゃないですか、想定されますけど、この辺一定の段階で下がるという想定だったけど、今回はその7月の連休であったり、8月6日の人流の増加で、増加が続いているというような。いや、増加が続いているというか、これはこの下をくぐらない限り増加をしているわ。じゃあ、前週比がどういう方向なのかというところで、これが下がっていくと、最終的にこれを超えて減少していくということになります。で、この前週比は大きな傾向としては下がっている。ただ時々こういう形でですね、こう上がるというような状況があって、で、一旦上がるとそこからまたこうっていうことになって、直線で下がっているというよりはですね、そういう状況があ
そういう意味では今後見通したときに感染者数絶対数で上がっていくけれども上がり幅というのはだんだん落ちていけるという。そうですね、それを、期待をしているという、これはまあ全国 の、 状況であるとか、あるいはこの、全国のプラットフォームで下がっています。で、これは3年ぶりですけれども、3年ぶりでもこれお盆ですごい影響を受けて上がってますけど、これはお盆の一時的な影響 で、 あとは下がっていくということがありますので、これから動きをするという、これはもう推定、シミュレーション上の、そういう手当てを受けるということです。今回 の、 シミュレーションでいくとですね、8月下旬にピークアウトするという方でいくと、8月23日ぐらいに、6000人半ばというような予想だと思うんですが、昨日の時点ですでに6200人に達していてですね、この後、お盆の影響があって増えると想定した場合も、その6000人半ばにとどまるっていう想定は、そのピークの山自体にですね、あんまり大きな意味はないと思うんですね。その一日一日ですね、こう、いや6000になるとかなんとかっていうことではなくて、この全体の傾向としてどういうことかっていうことなので、で、6000、今その、要するにこう、なだらかな絵を描いてて6500ぐらいっていうこの見通しなんですけど、これは例えば6000であるとか7000とかいくかもしれません。これはシミュレーションなんで、でその時にはこういう、今日も5000人ぐらい の、 予定なんですが、これはまた昨日が休みだったとかですね、そういう影響を受けてると思うんですが、こういう、こうちょっとかなり最近変動が激しいので、こういう絵を描きながらですね、ただこう、それをこう平準化してこうやって描いていくと、こういう絵で、6500から、7000ぐらいいく可能性もしようと思います。その シミュレーションでいくとですね、病床の入院患者数の次のページのところなんですが、800人を超える可能性があるということで、フェーズ2に上げるということなんですが、これはフェーズ2って多分最も深刻な状況のフェーズだと思うんですけど、そういう意味ではこの今後ですね、7000人を超えたり8000人近づいていくような感染者数になったときは、これやはりこのフェーズ2でもこらえきれないという、そういう状況になる。それがコンスタントに出るように、それがコンスタントに出て続くようであればそうなる。例えば一瞬、例えば1日だけ7000人になりますとか、そういうことは意味がないというのが、その先ほど申し上げたことですけれども、コンスタントに7000人とか8000人とかいうふうにどんどん増えていけばですね、それは医療としてはですね、受け切れなくなる可能性があるということです。で今、その何だけ受け切れないのかというのは、今ちょっと7000か8000とかっていうのは、分かりませんけど、分からないというか、今、そのすぐ手元に数字があるわけなんですけど、これは平均入院日数と、それから新規の入院数が1日どれぐらい出るかという、そこから逆算して、1日何人ぐらい の、 新規報告数があるかという、それがどれぐらい続くかというところで、計算できますから、計算できますけど。で対策の面でいくと、9ページの方でですね、国の方針も踏まえて新たな行動制限は可能な限り行わないと、つまり現状では行動制限を行わないという判断だと思うんですが、その一つには、おっしゃった通り、今のシミュレーションでいけば医療が受け止められるという、そういう判断があるんです。そうです、先ほど の、 7ページですよね。7ページ。こうなるように、今のこのシミュレーションを前提とすると、この現時点ですけども、この922章をよりは下回っていると。
922よりは下回るということですね。まあ、ただこれがシミュレーション通りかどうかっていうのは、これまたさらにこう調べていかないともちろんわからないところがあるので、その状況に応じて対応というのを考えていかないといけない。今後行動制限が必要かどうかという判断する基準というのは、やはり今のシミュレーションのある通り、入院患者を認められるかどうかという部分で、そうですね、今これご覧いただいている通り、若干このシミュレーション上の入院患者数よりも若干低いと思いますよね。で、これがこの今これよりもこう超えてくるような状況が見て取れればですね、そうするとこれ こう超えていくっていう恐れが出てくるので、そうすると何らかの対策を打たないと、これ今先ほどもちょっとご説明しましたけど、これをさらにちょっと増やすことができないかっていう努力はします。それまた来週月曜日にですね、医療関係者と会合することになってますので、これはやるんですが、ただそれに全面的に期待ができるかどうかというのはありませんし、仮に引き上げたとしてもそれも超えるっていうような状況が生まれてくればですね、何らか対策をしせざるを得ないということになって、それは考えていないということです。ただそうしたくないというのがあるので、そのためにできることというのは、先ほどから申し上げているような県民の皆さん一人一人が移らないというですね、そういう対応をしていただくということですね。国がですね、行動制限の取り組みを打ち出していない中でということなんですが、知事としてですね、今後 その最悪の場合を想定して、そういった行動制限が必要になる場合もあるという見通しでの備え、国として備えが必要と考えているかどうかという、国に対して求めることというんですか。それは国との協議というのは、今後ですね、もう少し様子を見る必要がありますけれども、厳しくなるということであれば、国との協議というのは必要になってくると思います。すみません、最後に国はですね、BA.5 対策強化宣言という対策を一つ打ち出しているかと思うんですが、県はですね、一般に言われる病床使用率が 50% を超える状況で、基準の一つ、基準を強化宣言の基準を満たしているという状況だと思うんですが、これをしないというのはどのような判断からでしょうか。そうですね、現在ですね、この基金の課題というのは、この入院の状況でありまして、まずそのさらなる病床確保のために、緊急病床2に、引き上げていくということを、この BA.5 対策強化宣言に先をつけてやっているということですね。で、この対策強化宣言は、あなたに県民や、あるいは事業者の皆さんの行動制限を含むようなですね、強い対策を行うというものでもなくて、これまで実施しているようなですね、協力要請を宣言という形に置き換えるといったようなものになります。で、まずは、そういう意味ではですね、現在の対策というのを着実に講じていくということが重要かなというふうに思っています。一方で、いわゆるアナウンスメント効果ということも、あり得るので、そういったことも踏まえてですね、加入必要があるわけですけれども、今日、この県民の皆様に改めて、この医療非常事態警報というのを出させていただいて、この基本的な感染対策の徹底、それから必要な取り組みをお願いをしたところでありますので、今後、この BA.5 対策強化宣言については、今後、医療の負荷の状況を注視をしながら、宣言効果がどれぐらいあるかというのを検討しながらですね、話していきたいと考えているところです。その他、
すみません、朝日新聞の大久保と申します。あの5ページのシミュレーションのところで一つ確認させてください。あの先ほど来の記事のご説明ですと、そのピークアウトの根拠としてですね、まあ、昨年、まあ、お盆に一時的に上がったとしても、まあ、そのだんだん下がり始めて、まあ、去年の実績では8月31日を切っていると、まあ、この下落を挙げられてますけども、あの昨年の状況を振り返ってみますと、まあ、20日の時点で昨年もまん延防止措置が出ていて、まあ、月末27日の段階では緊急事態宣言も広島県内出てまして、まあ、ちょうどこの下落という時にかなり強い、まあ、措置を取っていて、まあ、結果として下がっているという側面があると思うんですけども、まあ、今回、まあ、お盆で去年以上の人出があり、で対策としても行動制限を取ってない中で、まあ、なかなかこうした下落っていうのが、まあ、考えにくい面もあると思うんですけども、そこの認識についてはどうお考えでしょうか。あのご指摘の通りですね、あの去年は強い対策を取ってますので、そのままこれが当てはまるということではないというふうに考えています。まあ、実際問題として、その感染のレベルからいうと、BA.5 ということもあって、かなり高いレベルで推移しているということがあります。で、で他方で、青の実践をご覧いただくと、まあ、全国的にはですね、まあ、強い対策をしない中で、まあ、緩やかでありますけれども、これは、まあ、あくまでもこれ前週比なので、これちょっと誤解があるかもしれませんけど、これ、まあ、患者自体が減ってるわけじゃなくてですね、まあ、増え続けている状況ですけど、増え方がだんだん緩やかになっていって、最終的には、まあ、減っていくというフェーズになっているということなんですが、そういう傾向がですね、見て取れますので、まあ、全体から言うとですね、そういう傾向で広島県も実際、そういう傾向が、まあ、ある途中こういうピークがまた挟まっているのはちょっと見えにくいところがありますけども、そうなる、まあ、広島県だけなぜか違うっていう理由は あまりないものですから、そういう傾向を、まあ、最終的にはですね、取るという前提だと。その関係で言いますと、まあ、おっしゃるように、まあ、今年、まあ、全国的に、まあ、去年先に下がっているということもあると思うんですけども、そういう、まあ、人出ですとか、まあ、去年と その行動制限の違いですとか、まあ、そういったものを加味しないと、なかなか実効性のあるシミュレーションにはなりにくいのかなと思うんですけども、で先ほどから指摘にあるように、まあ、中旬のピークアウトというところも若干その当初の認識とずれていたりしてまして、このシミュレーションのやり方っていうのを少し検討 していくというところはどうでしょうか。これはですね、まあ、SIR モデルというものもありまして、でそれで大学の方なんかでですね、検討されているみたいですけども、そういった示し方から見てもですね、まあ、それは大きな差はないという状況だと認識をしてまして、まあ、これはちょっと厳密にこう比較をしているわけではありませんけども、大雑把な傾向でいうと、まあ、そういうところがあって、で、まあ、まさに、何て言うんでしょうね、人流のコントロールをしてないものなので、あんまりこう、厳密なですね、シミュレーションをしても、こう、ちょっとなかなか難しいかなということで、まあ、大きな傾向としてですね、こういうふうにやるというふうにご理解をいただいた方がいいと思うんですね。で、そういう中で、その多少のこの、また盛り上がる部分とか、あるかもしれません。でも大きな傾向でこう下がっていくと。で、この例えば途中の大きな盛り上がりがあまりにも大きくてですね、それが激励なくなるということになると、それはその状況を見ながらですね、対策を打てる必要が出てくるということです。つまり、まあ、結局今の大きな方針として行動制限はしないということなので、行動制限はしないということはですね、まあ、ある程度その感染が自然体で推移していくということに任すということなんですね。なので、感染制御という観点からは、まあ、従来からの、保健所がこのコンタクトをしてですね、で、自己隔離をしてもらうと、まあ、今は自宅ということが多いですから、ほぼ自己隔離のような状況になってますけれども、それを継続する。だから私はですね、
今、2類、5類の話が出てますけども、でも、把握しなくていいんじゃないかとか、あるいはもう、5類した方がいいんじゃないかという議論をされてますけれども、これは今の状況でそういうことをするとですね、その最後のアミュー取り手の感染制御もなくしてしまうということなので、それはするべきじゃないかと。今の最低限の感染制御でできるということを政府がやっていて、で、それが今の全国こういう、推移になってますから、そこに、できるだけ近くなるということを期待をしていくということだと思います。病床、医療側としては、これ以上増やすことが難しい。若干増やすことができるかもしれませんけれども、難しいと。結局、その行動制限をしないということは、何を言っているかというと、ここの、国民、ここの県民、市民がその行動をですね、自らにするということをお願いするということなんですね。行動制限をしないということは裏側にそういうことだということはですね、これは十分に皆さんにご理解いただく必要があると思います。共同通信の佐々木です。すみません、1ページのところで、救急搬送困難の事例がどうかとあるんですけれども、先日東京都内で搬送時間が35時間かかった事例があったんですけれども、広島県ではそういったかなり長時間に及んでいて、搬送ができないという事例はないでしょうか。そのマックスですね、どれぐらい時間かかったかというのはちょっと手元にがないんですが、そういう極端な事例っていうのが、あれば多分上がってくると思うんで、聞いてないんですね。そういう曲、だからどこかで一生極端かっていうことも思いますけど、ただご説明したように反則の件数が増えてることは間違いなくて、ただ今年の1月のピークまではまだ行ってないという状況なので、まだなんとかなってるわけありませんが、それだけ増えてきますからね。1月の状況のところではまだないということです。1月のピークまでは行ってないというのは、搬送事例の数がそこまで来ました。搬送困難件数が、搬送困難件数が1月はですね、ピークの時に346件だったんですが、7月の件数でいうと223件でありまして、1月、これは6月から比べると80件ぐらい増えているんですが、1月と比べるとまだ100件以上少ないという状況。そういうのを含めて、で223件でいいということではなくて、なので先ほども県民の皆様へのお願いの中に入れていたように、軽症で救急車を呼ぶのは控えてくださいということですね。で、そういうことも含めて、医療必要事態に来ているというのを出して、今医療が非常に厳しい状況だということを皆さんにご理解いただきたい、それに従った行動を取っていただきたいということであります。その他いかがでしょうか。すみません、時事通信の辰巳と申します。それと11ページの医療非常事態警報に関してなんですけれども、現時点で発出大体いつぐらいまでとかっていうのは目処を当たってるんでしょうか。そうですね、収容については病床の状況などを見ながらですね、考えたいと思います。場合によってはこれも強いのか言わなければいけないかもしれませんし、今状況としてはこれ警報なんですよね。これ実は我々どういう言い方をするかっていうのはちょっと若干議論をしたんですが、例えば大雨であればですね、大雨警報ですね。で、土砂災害だったら土砂災害警戒情報というので、実際に土砂災害が出てます。
医療がもう持ってない状況で、土砂災害が起こってますという状況だと思うんですけど、まだそこまで言ってるわけではない。つまり、そのいわゆる、診療検査、診療機関、まあ、発熱外来と言われていますけれども、まあ、ここでまだ広島県は、ここがもういっぱいになって、全然受けられませんという状況ではまだないですし、まあ、何とかやっていただいている、まあ、非常に厳しい状況ではなくて、やっていただいていますし、病床から言ってもですね、まだ受けられないという状況になっているわけではないです。まあ、8割とか9割とか受けるわけではない。まあ、ケースを上げることができるという状況であります。ですから、その今の医療はまだ受けることができる状況ですが、まあ、このまま推移をしていっても非常に厳しくなるだろうと。で、なんかそれ以上いくとですね、まあ、先ほど質問もありましたけども、シミュレーションは当然シミュレーションですから、それよりも増える可能性があるわけでありまして、そうなってくると非常に厳しい。まあ、まさに土砂災害が現に起きてますっていうような状況になりかねないわけなので、まあ、今この段階で非常事態警報ということを出して、皆さんに、そういう状況だということをしっかり認識していただいて、それに伴うその行動を運用したいということです。このまま病床使用率がさらに上がっていくと、警報よりもさらに上のものが出る可能性もあるっていう。そうですね。まあ、それはまたちょっとどういうふうに言うかとか、あるいはそれこそ行動制限っていう形になってくるのかということは分かりませんけれども、それはもちろん現状よりも厳しい状況になる可能性はあると思います。その他いかがでしょうか。宣言でお伺いしたいんですけれども、まず考え方としてフェーズを引き上げて病床を増やす、当然そうなるとその医療機関への負担はまあさらに増すと思うんですけれども、で一方で、県民の人に気をつけてもらうために宣言を出すという考え方なのかなと思うんですけれども、そもそもその行動制限を出さないで、ここまでその出さない理由というのは何か。それはですね、まさにこれずっとこれ今まで社会の中で議論されているところだと思いますけれども、まあ、行動制限をして、その、まあ、少なくとも一定期間、社会経済活動を、まあ、かなり止めるということですね。そういうことがいいのか、それとも、それはしないで、社会経済活動はできるだけ維持しながらですね、なんとかこうやっていくと、こういうのと、どっちがいいですかっていう。この議論をずっとしてきたわけですね。で、今これは政府はこれは行動制限をしないという選択をしていて、で、これについてはどちらが何が答えなのかというのはちょっと正直わからないという状況だと思うんですね。で、これは多分県民の皆さんの意向を聞いてもですね、いやもうなんかした方がいいという人もいれば、いやいや、やっぱりやらないでほしいっていう人もいると思います。で、ただ、まあ、これは直接アンケート調査を取ったわけではありませんから、分かりませんけれども、どちらかというとですね、今、行動制限をすると、つまり、例えば飲食店だと止めるとか、で今回、今、飲食店だけでは、感染止めることができませんから、それこそもう外出をですね、徹底的に減らしてくださいとか、まあ、そうすると経済的にもすごくいいことがありますよね。で、それについてすごく賛成だという人はですね、どちらかというと少数派なんじゃないかというふうに思うんですね。だからそういう状況の中で、これは2つあるんです。だから行動制限をしないということは、1つは医療の皆さんに頑張っていただく。で、医療の皆さんは、分かりました、頑張りますというふうに言っていただいて、フェーズ2までやっていくという覚悟を持ってやっていただければです。これは相当な覚悟だと思います。相当深くあります。で、それと、まあ、同時に、
個々の個人の行動ということで感染を抑えていくということであるということですね。そういうあの政策的選択をしているということです。もう一点、基本的なところで恐縮なんですけれども、フェーズを上げるのが24日からというところだと思うんですけれど、あと2週間弱、12日くらいありますけれども、なんか理由というかですね。いや、これは2週間かかるんです。準備をして、実際の病床を提供できるようになるまで、2週間かかるので、すでにこれはお願いをしてあって、で、お願いをしたところから、24日にですね、準備ができて、その病床受け入れが可能になると。新田島の新城です。よろしくお願いします。今回の、警報を出される、一つの要因で、医療スタッフが400人、出勤できない状態になっているというふうな、ことがあると思うんですが、これ濃厚接触者になっても、出勤できないという状態になっていると思うんですが、これについて、アメリカなどでは、濃厚接触者の、隔離期間、待機期間が非常に短くなっていたり、もしくはなしになっていたりすると思うんですが、こういったことについて国に対して求めていったりされる上でとかっていうのはあるでしょうか。これは今でも検査をしながら出勤できるんだよね。で、一方でやっぱり病院側としてもですね、医療機関側としても濃厚接触者では、発症すればまた分かりやすいんですけど、無症状でいて、でそこからまた感染拡大するということを、医療機関側も恐れています。で、そういう意味ではちょっと単純じゃなくてですね、この緩めたからといって、緩めるというか、その短くしたからといって、どの医療機関その濃厚接触者にどんどん職が出てくるという状況がすぐにできるかというと、そういうわけでもないと思います。で、むしろ重要なのは、医療機関に入っているような、あるいは高齢者施設に入っているような皆さんと、ここでクラスが起きるのが一番負荷が高くなっているので、それをどう防ぐかという方が非常に重要だというふうに思います。はい、そうです。医療従事者に関しまして、濃厚接触者の方、国の通知ではですね、毎日抗原検査で陰性になればですね、業務従事はできる規定になっておりまして、しなさいというわけではありませんので、その運用については各病院の方で、決められております。ちなみにですね、アメリカの状況、ヨーロッパの状況があると思いますけども、アメリカは今、毎日200人ぐらい死者出てるんですよね。で、それこそ全数把握もほとんどできてないので、感染者数ですね、相当今、多いんだと思います。私もニューヨークに行ってきましたけど、とても、報告していると思えないような状況でしたですね。その中で死者200人ぐらいいると。で、日本が今何ぐらい検出してるか。死者は。人口比を考えてもですね、かなり少ないんですよね。だから、よく、アメリカとヨーロッパはマスクがもうないじゃないかとか、そういう、待機期間ですね、緩めるんじゃないかとか、今日報道を見ていると CDC がですね、濃厚接触者が N95 なんてつけたらもう自己隔離がいらないんじゃないかということを言ってますけども、ただそれは一定のその感染者だとかあるいは死者が実情出ているということを共有するっていうことを前提にしているので、その向こうでやっていることと同じ条件ではないということはですね、よく理解しておく必要があると思います。
直近2日だと248とか250ぐらいです。はい、1日、はい、ああ、もうかなり出てない。はい、あ、増える、日本も増えちゃう。まあでもだから、まあこれ以上増えるっていう感想があると思います。その他ご質問いかがでしょうか。中国新聞の宮野です。数点お願いします。あの12ページにですね、あの必要な方に医療を提供する必要がありますが、このページなんですが、あの県はですね、あの知事の後ろにもある通りですね、あのかねてからちょっとした違和感でも医療機関を受診というあの方針を続けてきていると思います。一方でですね、あの日本医師会だったと思うんですが、あのまあ、軽い症状であればすぐ受診をしなくていい、なぜならその必要な方に医療を提供する必要があるからというあの説明もあって、あの、まあ、今回は陰性確認目的での受診が控えるという言い方なんですが、やっぱり県としては現状、やっぱりどんな違和感でも違和感があればやっぱり受診という方針は維持されているという感じです。そうですね、あの今回あの、まあ、いわゆる管理用学会という皆さんですね、あのそういった声明を出されていますし、これはあのアセスガリアとか救急が集中してですね、回らないでという状況を踏まえて、まあ、発表されるものだというふうに認識をしています。で、あの、まあ、保険の状況を見ますと、まあ、現状においてはまだこのアセスガリアの診療体制というのは維持できていて、それからベースとしてですね、この診療検査医療機関が、まあ、人口でいうとあの全国4位ぐらいの数があって、まあ、比較的多くあるということもありますし、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、それも含めてなんですが、この医療機関の皆さん頑張っていただいているという状況があるわけですね。その、まあ、早くこう診断を確定をして、で、陽性の場合にはこの他の人と接触を遮断してくるということが、まあ、先ほど申し上げたように今やっている最低の、まあ、あるという感染制御になっていますので、早期受診の呼びかけを変更するという予定は、まあ、今はないと。まあ、ただ、これも繰り返しになりますが、まあ、あの症状ないんだけど、あの PCR センターがあのちょっと取れないので、病院に行って検査してみようというのは、やめていただきたいということです。もう一点、ちょっと別の視点の質問になるんですが、知事のですね、あのこの新型コロナ対策の呼びかけの時期、タイミングという点でですね、あの先月末にあのシミュレーションを示して5000人中盤になるという見通しを出していてですね、現在あの今日のに至るまでの間にその5000人を超えるというようなケースが既に発生しています。で、これを受けてですね、あの、まあ、あの呼びかけのタイミングとしてそのちょっと遅いのではないかというような声もあるんですが、そこについてですね、まあ、次あの医療機に変えたいということもあったんですけど、その対策として、まあ、適切なタイミングであのそういう対策を受けてという認識になりますでしょうか。まあ、適切かどうかというのは、これは、まあ、後からあの評価するしかないんですけども、あの別に出張に行ってたからというのが全く関係ないので、我々はこうシミュレーションを繰り返してやっているわけですけども、あのそういう中で、その病床との関係でですね、フェーズ2をフェーズ2に引き上げなきゃいけないということをですね、まあ、今晩あの意思決定したものですから、あそこに合わせてですね、今回、まあ、発表していくと、こういうことです。それでは次で最後の質問をさせていただければと思います。ご質問のある者はあの挙手をお願いできればと思います。自宅療養
セットの配送がなかなか滞ってたりするというところもあると思うんですけど、この辺、何かご対策であったりとかですね、ありましたか。あの自宅療養セットについては、一時ですね、変更なくて、ちょっと滞りがあったんですが、それは今解消してですね、当面これは耐えているという状況になっています。ただ今後また増える見込みであるので、引き続きですね、対策の効果を図りたいと考えているところです。でまたできればですね、水だとか食料だとか、今滞りがないといっても、お手元に届くのはやっぱり2日後とか2日後になりますので、その間の水だとか食料だとかということは備蓄をしていただくとですね、ありがたい。通常は多くの皆さんですね、冷蔵庫とか長か食料は家に持ちで1日2日ぐらいは持つ方が多いんじゃないかと思いますけれども、一番一度点検していただいて、接種しようとしていることであるということは、できることは思います。先ほど、この時点、ちょっと今の確認なんですけれども、12ページのところで、陰性確認目的での医療機関の受診を控えるというところ、先ほど知事、無症状の方はというふうにおっしゃったんですけど、確認として無症状の人が、陰性確認目的で医療機関を受診するのは控えてください。で軽症でも救急車の利用は控えてください。つまり、軽症の方は救急車を使わずにご自身の運転なり歩いてで病院に行かれる、早期受診されることは、それは引き続き推奨していく。そうです、そうです、はい、それでは時間になりましたので、知事会見を終了いたします。ありがとうございました。